ビリケンクッキングの時間です。本日はビフカツを作ってみたいと思います。こちらのお肉を揚げ焼きしていこうと思います。粉に卵を入れて混ぜた、泥があります。そちらの方に肉に小麦粉をパラパラパラと振りまして、当然塩コショウはしてます。こんな感じにしまして、そしてここにつけます。そしてパン粉に巻きます。パン粉は生パン粉がいいと思います。パン粉の方がつきましたんで、フライパンに油を入れて焼きます。油は少し多めにして揚げ焼きという作業をします。今日のソースはデミグラスソース、ハインツのデミグラスソースを使います。こちらの方にこの分量を入れてお鍋に入れます。今日の添えは生パスタを使います。そしてすごく美味しい総味の箱根でカルボナーラ使います。こんな感じにじっくりきつね色になるまで焼きます。見事な色に焼き上がりました。あとはデミソースをかけるだけです。カルボナーラもこちらの器に盛り付けました。じゃあソースの方たっぷりかけます。本日の晩ご飯が出来上がりました。こんな感じになります。